七兄はいろいろとして随分熱心に綿密に厳格に教育を施したがある時ふとしたことから2人はこのお互いに難儀な関係をきっぱりと断ってしまうことになったいつごろからか兄は釣堀の恋だけでは満足しなくなってとわみの稽古を始め 例の通りビクを下げさせてさいさい私を近所の川へ連れて行った四五町行って橋を一つ渡ればそこはもう川沿いの原で紅白に染め分けた水引きの枠が縦のように並べて干してある間もなく水車場がある長い問いの中を水が押し合いへし合いキチ違いみたいに来るのを見ると生きたもののように思われて 身の毛がよだつ大きな水車がしぶきの息を吹きしずくの汗を垂らしてガラガラガラと恐ろしく回っているぬかぼこりのこもったつき場には無数のキネがコットンコッとンとどんな音を立てて一本足の踊るように米をつくそこへ行くと私はどういうわけか舌の根に苦みを覚えて 押し付けられるような気持ちになるのであったそこからだらだらと川上へ登れば席がありその上に青くよどんだ水が三方に分かれて一つは問いに一つは向こう岸の森の中へ残りは席の口からドドンドドンと地響きを打たせて転がり落ちる踊り上がるしぶき湧き立つ泡 逆に這い上がる崖、横っ飛びに飛んでゆく水を見るとたまらない寂しさ恐ろしさに襲われてただもう早く帰りたい早く帰りたいと思うその滝壺の主をあるものは河童だと言ったあるものは六尺もある鯉だと言ったそしていずれも現在見た者から聞いたのだという。 その主に見込まれて毎年一人二人の子供は必ず命を落とすのでそれらの哀れなもののためにわずかの砂利浜にいつからか一本の当場が建てられたその子供たちはどうしてるだろうその上広々として風に波打つ青田を見れば急に胸が迫って涙がさっとまぶたにたまる それは深い深い心の底から湧いてきてせき止めるすべもなかったその泣き顔を隠すために一所懸命足元を見つめながら四五軒まばらに並んでるわらの中の一つに入るそこは網を貸したり釣り道具を売ったりする家で日に焼けた畳の上にいろいろに塗り分けられた徳利型椎のみ型 円形の浮き糸巻釣竿などが並んでいる庭先を流れてゆく溝にはメダカやエビが泳ぎあぜ道にはひょろひょろとクヌギの若木が並び青田の末は丘になって真っ黒な森がどこまでも続いていく兄は網を持ち私はビクを下げ二人とも裸足になって 滝の横手から崖を下りて向こう岸のくぼいところをあさって歩く兄はこないだまでひょうたんなりにしかならなかった網が丸く広がるようになったと言ってホクホクしてるけれどそんなこと面白くもない私はセミの声を聞き田んぼのレンゲ草を思いして薄暗く川に落ちた森の陰に立ってると兄はたまに 一匹二匹のゲバチやハヤなど取ってきて「うまくなったうまくなった」と言いながら私の持ってるビクに入れる魚が息のできるようにビクを水につけて友達みたいな気になって覗いてると私みたいに臆病な彼らはちょいとした響きにも驚いては鼻をつくその間にも 兄は私が網を打つところを見ていないと言ってわんわん言う。ある日のこと、またそんなにして川の中に立ってたとき、私は足元にある真っ白な石を拾おうとして身をかがめた。それを兄はじきに見つけて、何すると言った。石を拾うんです。バカ。 私は、もういつものように恐れなかった。こないだから考えて考えて考え抜いてある。兄さん、私は後ろから静かに呼びかけた。兄さんが魚を取るのに、僕はなぜ石を拾っちゃ悪いんです兄は、生意気言うなと怒鳴りつけた。 私は冷ややかに笑ってまともに兄の顔を見つめながら、僕の言うことが違ってるなら教えてください。兄は、殴るぞと言って手を挙げた。私は黙って垂れ下がった枝の先にビクをかけ崖を上がって帰りかけたが、薄暗い木の陰にこごんでるのを見ると急に気の毒になり、 あんなに言うけれど、きっとやっぱし寂しいんだろう。と思って、岸の上から一生懸命に呼んだ。兄さん、兄さん、いてあげましょうか兄は知らん顔して網を揃えている。さようなら。私は丁寧に帽子を取って、一人で家へ帰った。 それからは私たちは決して一緒に出かけなかった、8. 家の周りには切り残した桑の木があったので慰み方々子供たちの実地教育にもなるという父の考えから近所で少しばかりの種を分けてもらって蚕を買ったことがあった。 母やおばは、面倒だ、面倒だというものの、実はいくらか得意で、もう大丈夫二度と来ることのない昔のローを思い出して、楽しみながらいそいそとクワを刻んでやる。はじめはただ葉の下に隠れてるのが、日に日に大きくなり、坊主頭を振り立てては端から食いかえていてゆく。私も小さな羊羹の箱に五六匹入れてもらって、 おばさんがお蚕様は元お姫様だったなぞと教えたもので寝るときにはちゃんとごきげんようをし朝はまたおはようをして留守の世話をよくよく頼んで学校へ行くさて帰ってくれば姉は手ぬぐいをかぶって前だれの両端を帯にはさみ私はざるを抱えて桑摘みに出かけるそうして指の先を黒くしながら 手の届く限りうまそうなのを酔って摘みっこをする。冷たい唇から吐き出す糸の美しい艶があだとなって遠い昔から人の手にのみ育てられたこの虫は自ら食を求めようとはせずむしろの上に頭を並べておとなしく桑の葉の振りまかれるのを待ってるのおばさんはお姫様だったげなで。 このお行儀のええことはの、とさもほんとらしく言う。青臭いのも体の冷たいのも、はじめのうちこそ気味が悪かったが、お姫様だと思えば何もかも平気になり、背中にある三日月型の反紋を可愛らしい目だと思うようになった。お姫様は、よたび目の前兆から出た後には、 体も透き通るほど症状になり桑の葉さえ食べずに富公弓して入虐の場所を求めるそれをそっと眉棚に移すと程よいところに身を据え静かに首を動かして自分の姿を隠すために白い記帳を織り始める最初はただ首を振るように見えるのがいつとはなしにほのかになり 人力を持ってひもなしに織り出した俵型の基調ばかりがコロリコロリと眉棚にかかる私は置いてきぼりになった気持ちでいつまでも取っておくと言って聞かないの母とおばとでさっさともぎ取って鍋で煮るそうして薄黄色くぬれた糸をくるくると枠に巻くと機長が無残に保護されて しまいに西どっちの形したむくろが出るそれを兄は餌箱に入れて釣り堀へ飛んでいくお姫様の夢はかようにしてさめ糸ははたやへ送られておかしげな田舎島がおられたようかん箱にできたいくつかの舞は種にするために残されたが 私の心がその貴重の奥にまで届いたのかあ、それともお姫様が光り輝く夏の夜を捨てかねてか。まもなく彼女は真っ黒な目の上に美しい眉を立て、新しい喜びに震える羽さえ持って、昔の面影を忍ばすような可愛らしい姿を現した。そうして右に左に輪を描くようにして、結び合う伴侶を求めて歩くのを、 私は竹の中から出た人よりも珍しく眺めていた。蚕が老いて眉になり、眉がほどけて蝶になり、蝶が卵を産むのを見て、私の知識は完成した。それは誠に不可思議の謎の輪であった。私は常に、かような子供らしい教壇を持って、 自分の周囲を眺めたいと思う。人々は多くのことを見慣れるにつけただそれが見慣れたことであるというばかりにそのままに見過ごしてしまうのであるけれども思えば年ごとの春に燃え出す木の芽は年ごとに新たに我らを驚かすべきであったであろう。それはもし知らないというならば我々はこの小さな眉に包まれたほどの わずかのことすらも知らないのであるゆえにその種がかえった時には桑の木も少なくなってたし人でもなくてとてもそれだけの雇を飼うことができなかったので家のものはじきにスズメが食ってしまうだろうという浅はかな考えから去年以来お姫様と兄弟になった私の留守の間にそのうちの半分ほどを こっそり裏の畑へ捨てておいたそれを桑積に行った拍子にふいと私が見つけびっくりして飛んで帰って訳を聞いたがみんななは何の,かのととししして相手にしようとしない。私はとうとう感づいて「どうか拾い上げて勝ってやってくれ」と手をつかないばかりにして頼んだけれどどうしても聞いてくれない。 とはいえ、彼らの老怪な奇弁も、到底単純無垢な子供の慈悲心を喰らますことができないのを見、彼らはしまいに、寛容手段の大きな声で人を脅かしてしまおうとした。私は悔しさ憎さがこみ上げ、みんなを睨みつけて、気違いみたいに悪態をついた挙句、裏へ駆け出して泣いていた。その時、もし私に、 彼らを取りひしぐだけの力があったならば、彼らを呪術なぎにして、スズメの餌にしたであろう。それからは、毎日頭が痛いと言っては学校を早引きにして、首を振って上を訴えてる兄弟に桑の葉を摘んでやったが、日弱い者どもは夜、夜昼の寒さ暑さに耐えかねて、毎日いくつかずつ土にまみれてゆく。 雨の降り出した夕方であった。家からいくら呼ばれても帰らないので、おばさんが出てきてみたら、私は捨てられた雇の上に傘を差し掛けて立ってるのであった。そうして顔を見るや否やわっと泣き出して、その前だれに食いついた。仏症のおばさんは、どうかしたいのは山々なのだが、どうもしようがないもので。 お念仏を繰り返しながらようやくすかして連れて帰ったその後家の者はそこに小さな五枚紙の碑が立てられその上に私の手で「ああ中心南子の墓」と書いてあるのを見出した9 一つは境遇から、一つは自分の性格から、とかく苦悩の多い早熟な私にとって、この上もない医者となったのは、絵を描くことであった。私は、史上派の絵に堪能であった大殿様からの配慮物だという粉本の巻物を父からもらって持っていた。それは私の秘蔵の一軸であると同時に、おばさんにとっては、 お犬様や牛べ紅の牛と一緒にほいほいと持ち出して私の感触を鎮める虫をさえの妙薬であった。その巻物。鷺だの鶴だの松だの日の出だの。美しい自然の中でも美しいものの美しい姿ばかりを美しく描き寄せたその巻物は。 さすがにまだ虚しく清らかであった私の胸を、言い知らぬ夢と憧れの陶酔をもって満たしてしまうのであった。この時分、私はもうそれらの絵を見るだけでは満足ができなかったので、そんなことが何より嫌いな兄の不機嫌を承知の上で、やっと家から買ってもらった安絵の具。それは、紺色のヤクザなボール箱に、 たった8種ほどの絵の具と1本の筆が入って箱の上には獅子の跳ねている商標がついていた。と姉から譲られた筆腺を友として草造紙のすき写しから始めて糞本の絵の優しいのを拾い書きに書くようになった。とはいえ誰一人教えてくれるものはなし部屋に閉じこもって 幾度も幾度も書き損ないながらさんざ苦心をして一つの線の引き方も一つの色の出し方もみんな自分一人で工夫しなければならないしかしながらこれは私にとっていわば自由な想像であったユダヤの神はあの万物の想像にあたって私が一羽の鳥 一輪の花を描き得たほどの満足を味わうことができたであろうか赤と木とで投稿を得たというただそれしきのことさえが私を小躍りさせた兄は案の定大不機嫌でせっかくよくできたのを机に立てて眺めてるとそばへやってきてわざとめちゃめちゃに腐したりしたがそんなことは。 喜びと力に満ちたこの小さな造物種の勇気をくじくことはできなかった。私は草草子のらんやお姫様の着物の色を選びまたその顎の下に一つの筋を入れ眉の引き方を違えるなどいろいろと自分の好みを加えてそして昔の神様のように自分のこしらえたものを恋人にして 大事に引き出しへしまっておいたりしたが一方にその紙の上に想像したこれらの美しいものを到底現実の世界には見出せそうもないということを思ってはいたずらに気をいら立たせた私はまた消家が大好きだった これも兄のいる時には歌うことを許されなかったのでその留守の間を盗んではとに晴れた夜など澄み渡る月の表をじっと見つめながら静かな静かな歌を歌うといつか涙がまぶたにたまって月からチカチカと五行がさし始める折々姉のところへ遊びに来る 声のいいお友達に教えてもらうことがあった私は学校では一番上手だったけれどその人のまろまろした声の前にはただもう気遅れがして小さな声で後についたそれはおけいちゃんといつも遊んだ肘掛け窓のところであった青霧りの葉が風に騒ぎ虫が鳴いて ごいさぎの群れがガッガッと泣き渡る夜が多くあった10私の何より嫌いな学科は終身であった高等科からは掛け図をやめて教科書を使うことになってたがどういうわけか 表紙は汚いし、挿絵はまずいし、紙質も活字も粗悪な、手に取るさえ気持ちが悪いヤクザな本で、載せてある話といえば、どれもこれも、高校息子が殿様から褒美をもらったの、正直者が金持ちになったのという筋の、しかも味もそっけもないものばかりであった。おまけに先生と来たら、 ただもう最も過当な意味での合理的な説明を加えるよりほか脳がなかったのでせっかくの就寝はただに私を少しも善良にしなかったのみならずかえって全く反対の結果をさえ引き起こしたこのわずかに11か12の子供のたかの知れた見聞自分一人の経験に照らしてみても そんなことはとてもそのまま納得ができない。私は、就寝書は人を満着するものだ、と思った。それゆえ行儀が悪いと走行点を引かれるという恐ろしいその時間に頬杖をついたり、脇見をしたり、あくびをしたり、鼻歌を歌ったり、できるだけ行儀を悪くして抑えがたい反感を漏らした。 私は学校へ上がってから高行という言葉を聞かされたことは100万遍にもなったろう。さりながら彼らの行動は必胸、核のとくに生を受け、核のとくに生を続けていることをもって無常の幸福とする感謝の上に置かれている。そんなものが私のようにすでに早く庄クの味を覚え始めた子供にとって、 何の権威があろうか私はどうかしてよく訳が聞きたいと思いある時みんなが悪性の腫れ物のように触れることをはばかって頭からうのみにしてる高校についてこんな質問をした先生人はなぜ高校しなければならないんです先生は目を丸くしたが お腹の減った時ご飯が食べられるのも、販売の悪い時お薬の飲めるのも、みんなお父様やお母様のおかげです。という。私。でも僕はそんなに生きていたいとは思いません。先生はいよいよまずい顔をして、山よりも高く海よりも深いからです。 でも僕はそんなこと知らない時の方がよっぽど高校でした。先生はカッとして、高校のわかる人手を挙げて、と言った。ひょっとこめらは、我こそと言わないばかりにパッと一斉に手を挙げて、この理不尽な卑怯な仕方に対して、張り裂けるほどの不満を抱きながら、さすがに自分一人を恥じ、 顔を赤くして手を上げずにいる私をじろじろと尻目にかける。私は悔しかったけれど、それなり一言も言えずに黙ってしまった。それから先生は常にこの有効な手段を用いて人の質問の口を閉ざしたが、こちらはまたその屈辱を免れるために就寝のある日には、 いつも学校を休んだ11ある晩ふと人に誘われて少林寺へ遊びに行った寺には貞ちゃんという年も旧も一つ下の子があり見知り腰ではあったが友達になるほどの機会も希望もなしに過ぎてたのである。 私は初めてなので、かなりの不安と好奇心を持って、扉のない山門をくぐった。そうして、見覚えのある赤井のそばの木製の影へ行って、代わる代わる呼んだら、サダちゃんはガタガタと内玄関の塔を開けて、私たちを茶の間へ案内した。家の人はこの珍客のために、わざわざとっておきの釣りランプを出してくれたが、 それはその頃でさえあんまり見かけることのなかった古い型のもので四方ガラスの箱の中へランプを入れるのであった私たちはその上下左右にパッと投げかける明るい光の中で将棋倒しや道中すごろくにふけった振り出しの日本橋にカツオウリの絵のついてたことも五湯を おぶらと読んで笑われたことも覚えている私は生まれて初めての夜の遊びでもあり子供好きの陽気な人たちが一緒に遊んでくれるのも嬉しくて初対面にもかかわらず思いのほかはしゃいで遊んだ一体私は病心を盾に兄弟中では一番寛大に取り扱われてずいぶんわがままもしてたのだけれど それでも、行中座が四方八方に建てられた生察ばかりを気にかけて、子供が遊ばねばならぬような遊び方をしたこともなく、遊び場も持っていなかったゆえ、そんな子供のために解放されたかのごとき扉なしの三門の中は、私にとって到底忘れることのできない自由の天地であった。それが縁となって、 私はそれから3日にあげず遊びに行くようになった。いろいろな原因から無邪気とか快活とか一般の子供が持ってる幸福の多くを失った子供らしくない子供が真に子供らしい子供として楽しい我知らずの行く時を過ごし得たところ。引っ込みがちな憂鬱な子供が太陽の光の下でのみ授かることのできる 自然についての子供らしい知識を蓄えたところ、持って生まれたある性質、それは兄にすこぶる評判の悪かったその性質を培い育てて、後の私を形作ったところ、それらの主々なる点で、少林寺の境内は私に特別の意味を持っている。 寺は主に旗本を檀家にして江戸の絵図にも載ったほどのものであったがご維新になってからはそれらの人はみんなちり散りバラバラになりたまたまこちらに踏みとどまった者も大方零落してしまったので自然寺も思いのほかの休迫に陥って年々に荒廃してゆくばかりのありさまであった。それでも まだおばさんにおぶさっていった自分の面影は大概そのままに残って玄関のついたてのクジャはなおほこりかに豪奢な尾を垂れいろいろに咲き乱れた牡丹の花には今も昔の夢に酔うかのように幾らの蝶が舞っていた背の高い金目きを隔てて左手は栗になりそれについて右へ曲がると 内庭で花壇やイチゴ畑があり切り残された老木があちこちに大きな暗い影を落としているそこから鍵の手にまた右へ曲がると西へ向いた本堂の庭の隅の牧の大木があってその岩昆布みたいな根っこは庭の半ばにはびこり縦横に伸び出した枝は幾百のアンギをいこわすべき緑の天幕となり 私たちのためには夕立の時の雨宿りとなり夏の日の涼しい影となったそこから一段低くなった崖際の畑には大根や菜の花が咲きカラスウリやヤブカラシがじゃんじゃらになったボサの中には古井戸があってそこの方からスイスイと蚊が出てきたりした牧の木の後ろから 熊笹の土手にある犬の道をポカリと鍛え抜けると、そこは一面栗の木の生えた墓地で、栗の花に、葉に、伊賀に埋まり、渋に染まった石塔の上には、よく郊外ビルが張っていた。サダちゃんはひょうきんものの気のいい子で、何でも言いなりにして遊んでくれたし、 一方にそれまでそうした古外の遊びをろくにしたことのない私はそれに必要な雑多な知識を全く書いてたためそんなことには貞ちゃんが先生になって二人は仲良く遊んだ十二春の頃には 坂一つ向こうの広い腹へ行ってタコをあげるさだちゃんのはヒゲだるまで私のは障子骨の金太郎だった最初糸目を抑えられてこちらの思うままになってたタコは高く上がるに従い威張り出してしまいには一筋の糸によって夢中に空を見上げてるあげ手を支配し始める彼はブンブンうなりながら ゆーらゆーらと尻尾を振って大空の海を泳ぐように見えるあんまり張りが強くなって引きずられたり何か気に触って回り出したりするとなんだか怖くなって「堪忍だ堪忍だ」と謝りながら一生懸命玉を出して機嫌を直してもらう恐ろしいのは飛び頭の息子のあげる八枚の同時格子であった 唐の出っ張りうなりが胸のすくような音を漂わせて長い尻尾の先が力強く跳ね上がりピンと張った糸目の辺にキラリキラリとがんりが光っている下の町のいじめっ子のあげる半ギャ半ギの二枚だこはみんなに嫌われていたそいつは初手から喧嘩を売るつもりで尻尾もつけずにもっぺんにして ビービーといやらしい髪うなりを鳴らしながら小月同士にしてあげる。真の糸目を詰められて一層顔をしかめた半夜はキチガイみたいになって近所のタコに食ってかかり、新発明の怒りのガンりでたちまち糸を噛み切ってしまう。私たちはその喧嘩だこのいない時を見てはあげに行く。片手には重たい糸巻きを持ち、 片手には糸目をくつわの形に取っていくとタコは競馬馬のようにはやりにはやってともすればビンビン飛び出そうとする風っぽい春の空に清って上がってるタコの中でうぬぼれか障子骨の金太郎はひときわ目立って見えた何もかも忘れてあげてるうちにいつかよその子はみんな帰って。 くれかかかっったたの中にに自分たちばかりになっているふとそれに気がつくと急に心細くなり慌てて糸をたぐるけれどそんな時に限り張りが強くなって焦っても焦ってもなかなか下ろせないそのうちに日はずんずん沈んで刻々暗くなる空に金太郎とだるまの目玉が光るのばかりが見える お互いに気持ちはちゃんと分かっていながら、負け惜しみの平気を装って。晩まで下ろせなかったらどうしようかしらん。すっかり玉を出すんじゃなかったのに。なぞと思いながら、やっとこそと下ろして糸を巻き終わると、それまでいっぱいになってた胸がからリとして、思わず顔を見合わせ、わはははは,はと笑う。そして、僕さっき、 どうしようかと思っちゃった。なぞと本音を吐きながら、誰にも内緒にしよう。と、固く約束して帰る。十三夏は毎日蝉取りに浮き身をやつす。餅で取ると羽が汚れると言って、 三本白の袋を竿の先へつけ庭から墓場へと探して歩く木が多いので一巡回るうちには嫌になるほど取れる油はやかましいばかり見かけが良くないのでとっても張り合いがないミンミンはまるまると太って鳴き声も表現しているホウシゼミは歌が面白く それに素早いのを目木暮らしは手に負えないオシゼミの声も立てずに袋の中で身をもだえるのは哀れであるまた私たちはその季節季節に実のなる木から木へと小鳥のようにあさり歩くボタン郷の花が青白く散った後に 豆ほどの実が日に日に膨らんでゆくのをもどかしく眺めてるうちいつかスズメの卵からハトの卵ぐらいになってみずみずと黄身を帯び頬みたいに赤みを刻ししまいには枝がたわんで地についてしまうそうなると腹を痛めない限りにゆるしが出るのをこっそりとまがなす気がなちぎってボタン郷のお首が出るまで食う。 それでも食い切れないので紫色に産みすぎたのがボタリボタリと落ちる。それをカラスが狙ってきては肉体に尻を振って突っつき回る。楽しみなのは栗の盛りであった。一人は竹竿を持ち一人はザルを抱えて鵜の目鷹の目墓地を歩く。 めっきりとつゆが垂れそうに縁だのを見つけた時の嬉しさといったらない。竿の先でちょんちょんと叩いてみると、イガがぴょいぴょいと首を振って、さもうまそうな手応えがする。そこでコツンと一つ食わす。バラバラと落ちる。飛んでって拾い込む。そして三つに一つは、試し食いに食ってしまう。 いちご、柿ゆすらや夏目はさほどでもないのをいじきたなで一つも枝には残さないかりんは木ぶりに似合わぬ優しい花が咲きその花に似合わぬいかつい実がなるがどさりどさりと落ちるばかりでにおいはよくても渋くはあるしそれに石みたいで歯も立たない 広い庭のあちこちに作られた花壇やたくさんある立木にはその折々に花の絶えることがなかったひまわり、金銭花、千日草羽芸等、魚の卵に似たシュロの花など夏の初めにはこの庭の自然はもっと とも私の心を楽しませた。春の暮れの霞に生きれるような南風と北風が交互に吹いて寒暖西雨の常なく落ち着きのない季節が過ぎ、天地は全く若々しくさえざえし初夏の量となる。空は水のように澄み、日光は溢れ、鈴風は吹き落ち、紫の影はそよぎ、 あの陰鬱な薪の木までが心からかいつになく晴れやかに見える。アリはあちこちに塔を築き、ハムシは穴を出て我が物顔に飛び回り、可愛い蜘蛛の子は木枝や軒の陰に夕暮れの踊りを始める。私たちは刀身で地虫を釣り、地鉢の穴を埋めてキンキン言う声に耳を澄まし、 セミの抜け殻を探し毛虫をつっついて歩くすべてのものは皆若く楽しく生き生きとして憎むべきものは一つもないそんな時に私は小暗い牧の木の陰に立って静かに静かに暮れてゆく遠山の色に見とれるのが好きであった青田が見え 森が見え風の運んでくる水車の音とカエルの声が聞こえ向こうの高台の木立の中からは鐘の音がこうこうと響いてくる二人は空に残る夕日の光を浴びてたおたおと羽ばたいてゆく五位の群れを見送りながら「夕焼け小焼け」を歌うたまには 白鷺も長い足を伸ばしてゆく14地上の花を暖かい夢に包んでトロトロと微笑ましめる銀色の影炎の中にその夢の国の女王のごとく花壇にはここかしこに牡丹が咲く白や 紅や紫やこれも夢のもののいろいろの羽衣を着た蝶々はひらひらと来て花にたわむれまだらのカブトムシは花粉にまみれてずっぷりと密に酔ういつも固く閉ざされて物音もしない離れの障子が開いて教則によった老僧の姿の見えるのはこの頃である離れの前には 炭鉱のひぞうの牡丹の古木があり炭鉱の人への花びらにかんばしい息を含んでふくらかに花を開くそこは狭い中庭を間に母屋とは弓なりの橋一つを隔てて日当たりのいい縁の下には周回道のひ人り映えが茂り向かって左の端には青霧右の端には白雲木が涼しい影を作っていた。 77になる老僧はそこに閉じこもって朝夕の監禁のほかには物音も立てない私たちはただいつとはなしに暇を漏れてくる滝物の香りによってそこに石のごとくに静まり返った人のいることを知るばかりであったどうかすると老僧は茶が欲しい時に日暮らしの鳴くような音のする鈴を鳴らすことがあった。 それでも聞きつける者がいなければハチの子のように茶碗を手に受けトコトコと橋を渡って自分で茶を入れていく。また時たま仏寺に呼ばれて頭巾を阿弥陀にかぶり片手に数図片手に杖をついてとぼとぼと歩いていく姿を見る者はこのみすぼらしい坊さんが何かの時には日の衣を着る人だと思う者はなかった。 まことにこの牢騒は人間の世界とは橋一つを隔てて世の中には夏になればボタンが咲くということのほか何にも知らないかのように弱膜と行いすましている私はいつしか子供心に牢騒を敬う念を起こしどうかしてこの人にすがりたいと思い始めた。 その自分にはもうすっかり寺の人たちと心安くなってたので、サダちゃんのいるいないにかかわらず、毎日のように遊びに行って、年寄りのするように手を腰に回して庭を歩いたり、冷たい墓地を回ったりして、折々人の身の上や自分の身の上を思って涙を浮かべることもあった。私は、鎖を引きずる囚人が、 己の姿を外るような気持ちでいつもうなだれて足元を見つめながら考え込んで歩くのが癖であったある日のこと貞ちゃんの留守に一人で遊んでた時に離れで例の日暮らしの鈴が鳴った。が、 折おりやしく茶の間には誰もいなかったので私は思い切って離れへ行った橋を渡ったところの薄暗い部屋には意向に和げさや数珠がかかって香の香りがスーンと漏れてくる私はそこまで雪はしたものの急に気遅れがしてためらっていた耳の遠い老僧は足音が聞こえなかったか またカラカラと鈴を鳴らした。私はようやく襖を開けて手をついた。彼方は何気なく大きな茶卓を差し出したが、ふと顔を見て、おおこれはこれは、と言った。私はまぶたを震わせながらお辞儀をして茶卓を受け取り、恥ずかしいような、 うれしいような、対岸成就したような気持ちで茶の間へ来て、見覚えたとおりそこにある番茶を入れて持っていった。橋が朽ちてゆらゆらするので、ともすればこぼれそうになる。頭を下げて出したらまた、おお、これはこれは、と言った。 私は静かに襖を立てほっとして橋を渡った。それからは時々家の人の代わりに行くことがあったが私はいつもどうかして話をする機会を得たいとそればかり願っていながら前へ出ると何一つ言えずに黙って茶碗を受け取り黙って茶碗を差し出して帰ってくる。 先はフクロウか謎のように「おおこれは」を繰り返すばかりでちっとも言葉をかけない黒塗りの茶卓を手に受けて橋を渡るとき南天の実を食いに来たヒヨドリが慌ただしく立って茶をこぼさせたこともあった月の夜なぞに白い花がホロホロと橋の上に散ってたこともあった そんなにして橋を渡って行くこともたびたびであったけれど、この枯れ木のような忍者には取りつく島もない。ところがある時またカラカラと鈴が鳴って、いつもの通り茶碗を置いて帰ろうとしたら、意外にも後ろから呼び止めて、絵を描いてあげように、紙を買っておいで、と言った。 私は狐につままれた気持ちで闘志を買ってきて、老荘の前に出した。老荘は根の生えたように座ってる教則のそばから立って、日当たりのいい隣の前へ私を連れて行った。部屋はことごとく渋色にくすぼって、鎮守と書いた小さな額がかかっている。いつになく間近く座らされて、 汗ぐっしょりになりながら今までこの人死ぬまでも石仏みたいにして鈴を鳴らす人と決めてた私はその一挙一動を何か珍しいことのようにじっと眺めていた老僧は大きな硯を持ち出して墨をすらせ筆を取ってさらさらとヘチマの絵を描いた1枚の葉と1本の鶴と 一つのへちまと。その上、世の中を何のへちまと思えども、ぶらりとしては暮らされもせず。と書いて、急須みたいな書き盤をしてとみこみしてたが、ふいにカラカラと笑って。さあ、これをあげるで。 あちらへ持っておいで。と言ってすずりを棚にのせ筆を洗いさっさと金剛座へ帰って元の石仏になってしまった私は木から落ちた猿のようにすごすごとヘチマの絵を持って家へ帰った老僧がなくなったのは。 それから3年ばかり後のことであった私は中学へ入るし貞ちゃんは奉公に出るし寺とはいつとはなしに打ち絶えてたがある晩突然「老僧が亡くなったから」という使いが来たので私は父と一緒に悔やみに行った老僧はこれという病気もなくいわば寿命が尽きたので 方々の住職になっている昔のお弟子たちが代わる代わる世話をしてたのだそうだ久しぶりで思い出の多い橋を渡ったら離れには甲の煙が立ち込めて大般若の時に見覚えのある坊さんが大勢寄って話していた老僧はヘチマを書いてくれた座敷に据えてある極録の上に禁断の袈裟をかけ発酵を持って 昔ながらの石仏のように若年とふざしている私はその前へ行って昔の通り頭を下げて昇降した私たちが「宗庄返上」とあだ名をつけたデコデコな和尚さんが「大洋上じゃ大洋上じゃ」と言いながらそばまんじゅうをパクパク食っていた 私はいよいよ木から落ちたサルであった。